こんにちは。都電で出かけよう。記念すべき第1回目はここ池袋駅東口からスタートです。目指すは都電荒川線東池袋4丁目停留所。さあ、どんな面白いものに出会えるのでしょうか。まずは池袋のランドマークサンシャイン60を目指して早速歩き始めましょう。GU メガストアオープン。歩き始めてすぐ元気なお姉さんからチラシを渡されました。どうやら若い人たちに人気のファッションブランドのお店がオープンするようです。開店感謝のサンキューセール、390円の目玉商品目当てに長い行列ができています。ファッションこそ安く気軽に楽しみたい、そういうお客様のニーズに応えていきたいと考えています。このお店をですね、日本一元気な、さらに日本一にぎわっているお店にして池袋を盛り上げていきたいと思いますし、日本も盛り上げていきたいと思って頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 GU 池袋東口店オープンを記念いたしましてテープカットです。どうぞ。ありがとうございました。盛大な拍手をお願いいたします。あー、オープンしましたね。すごいすごい。オープンからもう随分時間は経つんだけど、この行列一体どこまで続いてんだ。いやー、驚きました。若い人には魅力的なんでしょうね。今日オープンしたばっかりなんですね。さて、次回はサンシャイン60通りを進んでトヨタのショールームアムラックス東京へと向かいます。お楽しみに。